雲長とは、雲の最も高い部分のことである。雲長高度のやや上を飛ぶ飛行機から撮影した、雲積雲のでこぼこした、雲長雲長は、雲本体を含んだ飽和した空気と飽和していない、外の空気との境目だと言える。エマグラムでいう中立高度とほぼ同じ。創上の雲は、湿度が高いと雲長が低くなる傾向にある。一方、積雲上の雲は、 大気の不安定度が高いほど運潮が高くなる傾向にある。運潮は海抜0メートルからの高度か気圧で表現する。地上からはレーダーで測定する。目視では真上の雲は観測できない上雲運量が多いと観測が難しくなる。このため上空から観測するのが一般的である。飛行機、観測気球、気象衛星から赤外線や 電波などを用いて観測する。このデータは、高層気象観測を補う情報として、気象予報にも用いられる。雲の種類によって、雲調の傾向には、違いがある。積雲や積乱雲は、雲頂の上昇が非常に早い。層積雲、鉱積雲、乱層雲、層雲、圏雲,雲,雲は、丸みのある形や、その他いろいろな形をしている。高層雲、 建築雲、建装雲は平らで、地面と平行な雲頂をしていることが多い。ただ、騒音や騒石雲なども、雲海のように平らなことがある。一般的に、雲頂温度と呼ばれる雲頂の温度は、気象衛星から観測される、赤外画像によって観測される。赤外画像では、雲頂温度が低い雲は白く映され、雲頂温度が高い雲は黒く映されるため、 雲を国体とみなすことで雲からの赤外放射量を温度に変換して雲調温度が測定される。一般的に大流圏においては上層ほど気温が低いので雲調高度が高い雲は雲調温度が低い。積乱雲のように下層から上層まで雲調高度が高く地上では雷雨などを伴っていることが多い雲は雲調温度の観測によりそれらがわかる。 兵庫県に二つある寺院の3号になっている。ありがとうございます。